人間の本質っていうのは愛し合いたいんです。すべての問題は愛し合えない苦しみなんです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。今日のお話は、あなたが愛のリーダーシップを取るんだよっていう話です。愛のリーダーシップって何？男女関係ではですね、喧嘩したりとか、彼がいまいちふてくされてですね、デート行こうよって言って、もういいよとか、すっげえ悪い態度を取ってきたりするよね。そうすると皆さんは、何なのよその態度って感じがして、あなたがそうならこっちも触らないでちょうだい、もう半径2メーター以内に近づいてこないでちょうだい、なんで今日私はこんな悪い態度なんでしょうかっていう、いつものあの3択のクイズになりますよね。この悪い態度の原因、1番あんた、2番お主、3番貴様という3択、まあ1択みたいな、あのね、男女関係で女子の皆さんがよく出すクイズになっちゃうわけですよ。そうするとですね、なんでこんなことをするかっていうと、あなたは彼のその言動に不満だからです。ですよね。でも、あなたのその不満な態度を見て彼は、可愛いって思わないよ。あなたが彼の悪い態度を見て、悪い態度を取ったように、あなたの悪い態度を見て彼は、ああ、そうかい、そうかい、じゃあ一生そうしてなよ。そうして、彼のこの態度を見て、あなたは、じゃあご期待通り、みたいな形でですね、どん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 最悪な感じになっちゃったりしますよね。こんな時にこそ、悪いのはあなたよ。あなたのせいでこうなっちゃったんだから、あなたが私の気分を良くなるようなことをしなさいよ。はい、どうぞ、じゃあ、やめはいけん。みたいなことをやりたくなっちゃう。それはやめた方がいいよっていう話です。人の心が傷つくのは、動画を見ていただいている皆さんならもう何度も言いましたよね。私はあまりにも言っていろんな人から言われて、もう耳がタコどころか体が見ての通りタコになっちゃったぐらいもう聞きました。それは彼があなたを傷つけたんじゃないんですよ。あなたが愛を止めたことで彼があなたの敵になっちゃったんですよ。だって愛してないものっていうものはあなたの敵でしょ。そしてあなたが彼を敵にしちゃうと、彼の敵である彼の横であなたが感じる感情は恐れとか恐怖とか何なのよとかネガティブな感情ばっかりになっちゃうわけですよ。だって人間の本質っていうのは愛し合いたいんです。そしてね、すべての問題は愛し合えない苦しみなんですよ。そして喜びっていうのは何っていうのは、どんな問題でも愛し合える喜びなんです。だから皆さんが問題解決をしようと思うと、本当につながる必要があるわけです。だからお父さんやお母さんとか兄弟の問題、もう男女関係、会社のボスや嫌な愛想の関係、嫌な感情っていうのは全部愛し合えない、つながれないっていうこと。そしてあなたがもうあの人と愛し合うっていうことを許さない、これが全てにおいての問題なんですよね。心理学では許しということを本当に酸っぱく、口を酸っぱく、あなたの人生を幸せにするには許しが必要ですよって。許しって何？愛し合うことをもう一度あなたが許すことなんです。でも我々はあいつが悪いんだからとか、親だからとか、兄貴なんだから弟のくせにとか、あいつが態度を改めたなら考えてやってもいいぞって思ってますよね。でも今日の話はその逆。あなたが愛のリーダーシップを取りましょうよ。そうすると
あなたのその態度で、まあ君がそう言うならね、僕も考えてもいいようにって思うように、あなたは愛されやすい態度をとってますか、それとも愛せるなら愛してみなさいよ、少々のこっちゃ許しませんよ。まあイガグリさんやウニさんみたいなトゲトゲしたすげえ愛しにくい態度をとってませんかっていう話です。愛のリーダーシップを取るっていうことは、すごく分もくれてる彼にですね、本当に愛し合えないっていうことは付き合ってる意味がないじゃん、あなたも彼と愛し合いたいように彼も私と愛し合いたいはずだ、私が彼と愛し合えないっていうことに関してすごいストレスと不満があるように、彼も私と愛し合えないっていうこと、私に愛してもらえないっていうことに関してすごくストレスがはずだあるはずだ、だったら私はちょっと愛のリーダーシップを取りたいと思うことです。そして彼に近づいていってみる、これがレッスン1です。そうするとですね、まあ僕も悪かったよって彼が言ってくれるケースは全体のまあそうね2割ぐらいかな、よくあっても 25%、 4分の1ぐらいですよね。であなたがまあ素直になって謝ったか、もう一度愛し合いましょうよっていうことを言って、愛しやすくなって彼も僕も悪かったよっていうのは4分の1は、これはまあやってよかったなっていうまあケースですが、4分の3はこんなケース。はあ？何ですか？みたいな悪い態度を彼が取るわけです。そうするとあなたはこう思いますよね、百歩譲って私の方から近づいてるのに何よその態度、二度とこんなドアはお前のドアけん、カン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 、バチン、もうダイヤルの電子ロックまでつけてですね、今世はお前のドアは開けんみたいなことやってますよね。まあうちの視聴者はそんな人かばかりですけれども、でより頑固になる。でも彼のこの悪い態度っていうのはどういうことかっていうと、え、本気っていうこと、なんかなんでいつもだったらもうヒステリックなのに、僕が我慢ばっかりするのに、なんで本当に本当なの？彼が悪い態度を取るっていう時に、あなたはなんか彼を引っ掛けようとか、まあ私がやるからあなたも謝りなさいよっていう期待があってやるとですね、すんごい腹が立ちます。でもあなたはその時に、そうよね、私も悪い態度だったわ、あなたをちょっと傷つけちゃって嫌な思いばっかりさせちゃったわね、なんか私って本当はそんなことをしたくないのにすぐやっちゃって本当に最悪ね、本当にあなたに申し訳ないねって思ってるんだよね、でも本当は喧嘩したいわけじゃないの、あなたと愛し合いたいし、本当に昔のように愛し合いたい、うまくやりたいのよ、なんて何度攻撃されてもあなたが彼に向かっていくということができれば、徐々に彼の扉は開いていくんです。本当に絶対そうなの、絶対本気なのみたいな感じ。愛のリーダーシップを取るときに必ずあなたが準備しなきゃいけないのは、否定されて否認されるっていうことはあるよ、それを持っとかないとあなたはせっかく開け始めた扉を閉めて二度と開けません。それは本当はあなたが愛のリーダーシップを取るべきなのに、百歩譲って私が取ってやってるのにっていう態度はそうなっちゃうんですよね。
リーダーシップっていうのはどんなリーダーでもそうなんですけど、必ず攻撃されますよね。課長それはちょっと違うんじゃないですかとか、親父そのやり方は古いよとか、とにかくリーダーっていうのは依存をぶつけられてしまうんですよね。その時にまあそう言うなよとか、そうだよねお前の言う通りかもしれないけどね、ごめんねいつも協力してもらってね、本当に大人の対応っていうのはそこで求められるんですよね。あなたがそこで依存的な態度をとってしまえばしまうほど、愛のリーダーシップとは真逆になります。何を言われたって今日は彼に関する愛を私は曲げないっていう態度を取れば取るほど、なんでそんな損ばっかりするのって依存的なあなたは言うかもしれません。ひょっとしてですね、あなたは私は彼のお母さんじゃないって文句がある。彼のお母さんは彼に私はあんたのお母さんじゃないって言いませんよね。本当のお母さんだから。それはどういうことかっていうと、私はあんたの母ちゃんじゃないっていうのはですね、本来私の父ちゃんであるべきあなたが、なんで私が母ちゃんにならなきゃいけないのよって、依存したいのは私よっていうことなんですね。リーダーシップを取るっていうことは依存を引き受けてあげるっていうこと、これに成功するとこうなります。君ほど僕を愛してくれる人はない。どちらがなってもいいんですよ。男性がなっても女性がなってもいいです。ただ愛するものっていうのは必ず人の評価を得れます。それが男女関係であれば、君ほど僕を分かってくれた人、君ほど僕を愛してくれた人はいないな。これがですね、永遠の切符を手に入れる最高の法則です。さあ今日の話よかったら、またグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。今日はありがとう。はい、皆さん、今日はインフォメーションの時間をちょっといただきますね。いつものこの短いのじゃちょっと物足らない、しっかり恋愛心理学を勉強したいとか、私もカウンセラーになってみたいわっていう皆さん、神戸メンタルサービスっていうのはそもそもカウンセラー養成スクールが母体になっております。臨床経験って言うんですけれどもですね、本を読むだけではなくて実際のカウンセリング現場というものを我々は皆さんに提供することができます。日本で実は私どもカウンセラーのスクールとしては一番大きなスクールなんですね。もしよろしければ一度神戸メンタルサービスの無料説明会っていうのにお越しいただけませんか。90分、いつもと同じように私がいろんな説明したり喋り倒したりしますから結構楽しいですよ。しかも無料説明会に来ていただくと2時間の恋愛心理学講座が1回タダで聞けるチケットとか、3300円払わないといけない入会金が無料になったり、特典がたくさんあります。もしよろしければ一度来てください。よろしくね。